おはようございます。今日の話は「人はなぜ他人を許せないのか」という脳科学者の中野信子さんの本の中から正義中毒という話です。まあ、人の脳は裏切り者や社会のルールから外れた人といった分かりやすい攻撃対象を見つけ罰することに快感を覚えるようにできているんだ。 で他人に正義の制裁を加えると脳の快楽中枢が刺激され快楽物質やドーパミンが放出されるんですねでこの快楽にはまってしまうと簡単には抜け出せなくなってしまい、えー、これをまた探し求めてですね決して人を許せなくなってしまうとこれをまあ正義中毒というふうにまあ中野さんは名付けたんですねで、えー、間違ったことは許せないと、まあ、正義中毒というのはですねで間違っている人を徹底的に罰しなければならないと 私は正しく相手が間違っているんだからどんなひどい言葉をぶつけても構わないこれよく SNS の中でありますねこういうことが。で正義中毒っていうのは本来備わっているはずの冷静さ自制心思いやり共感性などは吹き飛んでしまって普段のその人からは考えられないような攻撃的な人格に変化してしまう特に対象者がですね例えばフリースキャンダルのような分かりやすい失態を 晒している場合はですねそしてまたいくら攻撃しても自分の立場が脅かされる心配がない状態そういうのが重なってくると正義を振りかざす絶好の機会となってしまうんですね。でまあ、小林生活さんはそれをですね人間が怒ったり腹を立てたりするっていうのはどこから来るかというと正意感から生じてるんだと言うんですね。で自分が正しくて相手が間違っていると思った時には人が人には腹を立てる。 それから相手を追求したくて非を認めさせようと思って正義感を振りかざして怒っているんですだけれども実は誰よりも腹を立っている自分が損をする仕組みになっているというんですね。で裁く者は裁かれる裁かぬ者は裁かれない許す者は許される許さぬ者は許されない、まあ、これをキリストの言葉ですけれども何かけた者は返ってくるということなんですね。で人格者というのは ま正しさを正義感でもって振りかざしている人のことではなくてですね真のじ人格者というのはどんな状況であっても腹を立てない怒らないイライラしないそういう人を人格者というんだと、まあ、常にありがとうという言葉を言い続けてで次に常に出てくる言葉が肯定的であって常に言動で人をやらげて穏やかにすることができる人を人格者というと。 まあ、SNS なので、まあ、これは本当に今多くなってきて特に名前が匿名であるとですね、えー、より攻撃的で汚い言葉になるでも自分が安全なところにいるからですね。じゃあ今日はこれで終わります。